柴田さんが一旦は多分ね別のそうそう SNS さんと同じところに来てるから、はい、座って、はい、ありがとうございます。これつけてるんだ。あ、はい。な質問何してるんですか。あ、まあ、私も詳しく聞いてないんだけど、なんかあれでそのなんか紹介するのみたいな。写真撮るかもしれない。お疲れ様です。お願いします。すみません、ちょっと伝えたいと思います。今年の甲子園の道のキャスターを東アナウンサーにやっていただきます。はい。あ、今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。一緒に同じくキャスターというポジションを小島さんにやっていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。全力で頑張りたいなと思っています。高校の時に甲子園に少し携わってというか関わらせていただいて、でもう一回アナウンサーとしても甲子園に関わることができることをすごく嬉しく思います。全力で頑張ります。よろしくお願いします。あ、しげえ。すごいでも、どんどん好きだもんね。最初